はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、アゾリウスアーティファクトですね、になります。作成かな、どちらかというと。はい、ですね、今回ですね、アーティファクトシナジーのセットということで、めちゃくちゃアーティファクトのカードが出ました。今回の新カードで言うと、市場のノーム、このバネジかけのノコバ、加工鋳造場、内なる太陽チミル、千の月のカジバと。はい、結構コンセプトになりそうなカードがいっぱい増えた感じですね。で、今の環境というか、BO1 ですね、アグロがすごく多いんですけど、そのアグロに対して結構強くてですね、はい、市場のノームだったりとかキャンディーの道しるべ、こちらの2つが作成ですかね。今回作成という新キーワードがあるんですけど、作成のコストになりつつ、ライフゲインもしつつ、ワンキャントリップがついてるよってことって、安定度がすごいんですよね。はい。で、かつ、こういう作成絡みもですね、墓地にあるカードで OK ということで、ノームには死んでもらいたいし、キャンディーはサクってワンドロー、3点ゲイン、ワンドローはしたいと。で、マイトウィークは2枚目を出して、1枚目を墓地に送りたいんですよね。はい。ということで、非常に強力なデッキになったのかなと思います。で、3位ですね、こちら、加工鋳造所、2マナのマナファクトなんですけど、アーティファクト限定のマナファクトなんですけど、3コス起動で、自分がコントロールしてるね、アーティファクトのコスト合計が X なるように、追放した後に墓地からその X 分のやつを出せますよっていうカードなんですけど、何すごいかっていうと、マイトウィーク置くじゃないですか、マイトウィーク2枚目置くじゃないですか、2ドローでもマイナス5でも何でもいいですよ、するじゃないですか。墓地になんかコスト5と盤面にコスト5のカードがありますね。なんと、白マナもう1枚と鋳造所があると、2マナタップ白マナ、鋳造所から、マイトウィークを追放すると墓地からマイトウィークが出てくると。なるほどね、結構やってる動きですね。で、そこ以外にもですね、結構非常に強力なカードが多くて、スランの雲だったりとか、本当にアーティファクトシナジーで、めちゃくちゃ強いカードが多いっていうのはこのデッキの強みなのかなと思います。で、かつフィニッシャーがですね、バネ仕掛けの裏面の、機体だったりとか、ウルザになってくるんで、そこでね、ウルザのライフゲインだったりとかトークン生成ないしは、バネ仕掛けをね、機体、で、全体除去をぶっぱしまくって、機体とか使って殴っていくっていう、そんな感じのデッキになってますね。はい、めちゃくちゃ使いやすいとは思うので、ぜひとも使ってみてほしいデッキの一つかなと思います。はい、レアリティはちょっと高いか。はい、ですけど、それでも非常に面白いデッキかつ強力なデッキなんで、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。キープでいいんじゃないですかね。早い間からマイトウィークでゲームができそうなので、キープしてあげて、加工鋳造所でどうこうみたいな感じにもなるんですかね。マイトウィーク使って落として、鋳造所の効果でもう一回マイトウィーク盤面から追放して蘇生みたいなこともできるんで、そんなに悪い形ではないのかなと思います。ハンド自体も結構いっぱいありそうですね。とりあえず一旦こっちから置いていきましょう。で、加工鋳造所なんですけど、マナファクトとしては結構重要なんで、置いてもう一個置いてで問題はなさそうですけど、相手赤タンっぽいですね。赤タン相手、ちょっと手札に、除去引いた。強いですね。除去のタイミングなんですけど、このタイミングで打ってもいいと思います。このタイミングで打って、次のターンに鋳造所通常、加工鋳造所、加工鋳造所みたいな動きとかも全然ありかなって感じですね。ただ、ここよりもちょっとめんどくさいタイミングがいくつかあると思うんで、次の3マナのアイスとかね、このタイミングは構えておいた方が強かったって話になったんですが、一旦鋳造所置きましょう。鋳造所置いてエンド。基本的にこのバネ仕掛けはそこの側層を破壊することになるのかなとは思ってますけど、こいつですね、めんどくさいの。でも一番今打点が出るのはゴドリックですか。ほい、ゴドリック落として、マイトウィークで即走落としてになるかなと思います。スランの雲引けたのはでかいですね。マイナ5スランの雲で、一応除去がない限りはスランの雲で耐えてると思うので、で
次のターン、マイトウィークからマイトウィーク出して鋳造所で蘇生っていう手段があったりするんで、まあ、そっち側からっていう感じになりそうですね。これ魔女医か、この動き方するの魔女医しかないと思うんですけど、いやここで4点入っちゃうの嫌ですね。タップ状態とかないよね、ないですね。なんで一旦マイトウィーク2ドローから入りますか。うん、2ドローから入、ああ火事場引けた。3コスタップでマイトウィークを寝かして、おい、3コスタップでマイトウィーク寝かしてマイトウィーク蘇生。ここは2ドローの方が強いかな、ライフゲインの方が強そうですね、持ってこれるなら。まあ鋳造所まで置いて、まあブロッカー作ってあげましょう。うん、結構いい形になったんじゃないでしょうか。次のターンにはこの千の月の火事場がひっくり返って、まあ鋳造所からトークン出してみたいなことができるんで、殴ってきましたね。3、まあ言うて相手もそろそろライフ削りきらないと負けるはずなので、一瞬で5点は出ないと思うんですよ。あって巨海の怒りかなと思うんで、スクイーもう1回蘇生ちょっと嫌ですね。1、2、3、4、まあマナはもういらんか。マナはいらないですね。とりあえずここでトークン1匹作って、バネ仕掛けも作成ってひっくり返るだけですよね。あ、コントロールじゃない、戻すだから、これはバネ仕掛けまで切る方が強いと思います。で起動がどこにしよっかな、ちゃんとマナ払って起動しましょう。まあ、対象はこれで、うん、作成しておいて、あ、これだったらこの鋳造所1枚払ったのミスでしたね。この戦車が起き上がって4面ブロックまで持っていけたんで、一応次のターンには多分勝ってるんですけど、このミレックスとか起動でね、ライストがあったら負けかな。これがライストだったら負けですね。4面入っ、4体2点入って、土地ライストなら負けですね現状は。土地ライストなら負け、そうじゃなかったらギリギリセーフかな。火遊びでも耐えてると思うんですよね。火遊びでも耐えてるはずなので、いや、ここの1点分プレミしたのが結構響きそうですね。巨海な怒りがちょっとめんどくさいんで、これなんですけど、巨海な怒りだとまあ負けてるんで、ほい、まあ一応赤いところを優先的に処理します。次のターン何もなかったら、あ、キャンディーいいですね。キャンディー置いて、まあ重々のトークンになって、あー強い、まあ、キャンディー食ってスランの駒まで置いてあげましょう。ライフゲインしといて、ミレックス置いて、このトークンで殴って勝ちですね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キープですね。タップインスタートでもいいかな。市場のノームから置いてあげてブロッカーとして使って、お、タップインタップインでいい感じですね。市場のノーム、スランの雲、まあマイトウィークウルザひっくり返してになるかなと思います。普通の赤単だったりしたら、まあウルザひっくり返したタイミングでゲームに勝つと思うんで、あとはしっかりとアーティファクト絡みのやつ引いていきたいですね。ウルザひっくり返したらね、ライフゲインができるのと、トークンめちゃくちゃ横並びできるんで、その辺はすごくいいかなと思います。こいつ殴ってきてもふんわりキャッチができますね。
とりあえず一旦雲置きましょう。でフェルドンなんですけど、どうしよっかな。落としたら落としたんですよね。ただ1番のノームが多分フェルドン相手めちゃくちゃ強いんで、パワーが上がってないフェルドンぐらいなら放置でもいいかなって気はしますね。まあ、いくつかめんどくさいやつはいますけど、まあ、ここはノームでブロックしてあげましょう。火遊びでも巨海内海でも打ってほしいです。うん。でフェルドンに関しては後々ラスボ絡みですね。まあ全体除去絡みで吹き飛ばしてあげてもいいので、まあ、何もないなら、まあ、マイトウィークからドローでいいかな。うん、今回はドローでいいと思います。ドロー、できれば土地が欲しいんですよね。うん、オッケーオッケーオッケー、引けましたね。まあキャンディーまで置いてあげましょう。マナ1マナ分は余りますけど、まあそういうのは気にする必要はないと思います。マイトウィーク鋳造所、まあマイトウィーク除去としてもう1枚は持っておきますか。鋳造所もあったらあったで嬉しいんで、うん、マイトウィークね、墓地から蘇生してどうこうみたいな動きとかもあったりはするんでね。あとはまあしっかりとウルザとかまでひっくり返せればなぐらいな感じですけど、ナイスと。うん、まあスランの雲も死んでいいんで、フェルドンは雲でブロック、いややめといた方がいいか。巨海内狩りがありえるんでね。うん、巨海内狩りがありえるので雲はブロックしない方がいいかな。でライストをこいつに使ってくれたのめちゃくちゃ嬉しいんで、こっちはそっそパルキールドラゴン軸だったんですね。うん、手札にドラゴンはいませんと。まあならフェルドンと相打ちでいいですか。うん、フェルドンと相打ちしましょう。まあ、次のターンにゴドリックがほぼ確ですか。これはウルザからがいつか。ウルザ鋳造所マイトウィークで落とした方が強い。うん、マイトウィークで速走落とした方が強くて、まあここはタップインですね。うん、ライフ高めに保ててるんで、ウルザのプラスプラスだったりとかそっちの方も結構強めに使えるのかなと思います。まあここに対して除去打ってくるのであればゴドリックが消えるはずなんで、うん、3マナ5点の火力とか打つとね。あ、ドラコサウルス、まあドラコならいいか。そうですね、ドラコならいいですね。ライフゲイン、このゴドリック消えるんでドラコは大丈夫だと思います。これは先キャンディーですね。ウルザひっくり返してひっくり返すにしても先キャンディーでいいと思います。なんかこの辺全部欲しいですね。まあでもノームだけはちょっとあれか。うん、1,2,3,4,5,6,7 スランの雲を置けますね。スランの雲を置いて、まあこれで飛行持ちを止めれるようになりました。ひっくり返して、土地内パーマネントの追放とウルザは残ってほしいので、こいつはライフプラスにしましょうか。うん、あ、これだったらスランの雲後の方が良かったですね。1軽減より2軽減の方が強かったです。ここプラスにした理由なんですけど、まあライフゲインがしたいのもそうなんですが、ナヒリの戦争術ですね。あの辺りでしばかれるとちょっとめんどくさいかなって思ったんでこっち側にしました。ただライスト打てそうですね、相手は。うん、ライスト打ってきて、てか相手目線ってウルザ絶対処理しなきゃいけないんですよ。うん、まあ火遊びもう1枚あったらまあまあそれで OK かなって感じはしますかね。はい、ロックしてあげます。ウルザ残す方が絶対に強いんで、まあこれはプラスプラスで、スランの雲を置いて、まあもう1ウルザも置いてあげますか。そうですね、もう1ウルザも順番は、まあ、変わらんか、変わりませんね。最悪このね、鋳造所からキャンディーとか食ってもう1枚キャンディーとかでスクライとかできるんで、うん、そっち側でもいいかなと思います。1,2,3,4,5,6,7飛んでるやつに対しても不穏なこの闘病地が使えて、
ほい、闘病地が使えて、でまあ地面もねしっかりと受かってるんで、これはウルザーいらないはいらないんですけどね。まあ、スランの雲でダブブロでいくかな。ほい、ダブブロして、なんならいやまあ土地はさすがにね、切れはしなかったんであれですけど、一応こっちでもブロックっていう手段はあったんで、うん、でここまで来たら一旦ルーティングしましょう。お、いいですね。マイトウィークが積もれたんで、まあプラスで軽減入れてからマイトウィークで2ドロー、2ドロー、千の火事、千の月の火事はで、まあでかいトークン出して、まあノウまで置いてあげますか。栄眼城は切ってあげてで問題ないので、1,2,3,4,5,6,7、スランの雲も起動できますね。エンドにしましょう。大事な相手投了と。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね。まあ、今回ね、これ使ったら赤タンとしか当たんなかったんですけど、てかこれ使った瞬間に赤タンとしかマッチングしなくなるっていうね、とんでもないことが発生したんで、あれですけど、まあ赤タンには結構強めに立ち回れるんじゃないかなと思います。ライフゲインできる要素がしっかりあって、飛行持ちも一応止めることができて、まあ除去もしっかりあって、まあ4ターン目からは集団失踪プラスその次からね、到達持ちみたいな感じで動くことができるんで、まあそこに対しては結構強めに立ち回れるかなと思います。はい、ただやっぱり弱点らしい弱点があって、このデッキカウンターないんですよ。はい、まあ今の環境カウンターが必要かって言われるとそうでもなくて、まあそもそもカウンターが通らん対面がすごい多いんですけどね。はい、多いんですけど、まあカウンターパーミッション相手にはちょっと不利がついちゃうっていうのと、まあ純粋にね、 LO デッキ結構不利なんじゃないかなと思ってます。うん、どうしてもですね、このデッキゲーム決める速度が遅くてですね、まあやっぱりライフゲインだったりとかドローだったりとかでゲームはゆっくりすることはできるんですけど、ただ問題点として LO 絡み、コントロールの LO プランに対してこっち抗えないんですよね。カウンターがあるわけじゃないんで、まあ BO3 用にね、まあ使って BO3 の方で戦ってあげるっていうのは手なんですけど、まあこっちもね、相手のコントロールに対して LO で持っていくだったりとか、まあカウンターをサイドボードに積むみたいなことはできるんですが、まあそれでも不利がついちゃうことに変わりはないかなと思います。はい、ただメインボードからアグロに対してめちゃくちゃ強いですし、エスパーミッドとかに対してもね、ある程度しっかり戦えるデッキ、まあこっちの除去だったりとか、まあラフィーンをなかなか落とすのは厳しいんですけど、まあそれはそうと、スクーナー戦とか落とせますからね、だったりとか、その辺はめんどくさいとは思いますし、まあそれ以外にもね、結構苦手な対面っていうか、もう本当にカウンターがめちゃくちゃ飛んでくる対面は苦手なんですけど、まあそこ以外に対しては結構強めに立ち回れますし、面白くてね、まあリソースもしっかりたくさん稼げるタイプのいいデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。